成果を書く。俺の感性が叫んでいる。探索船バツビオ、優しそうな顔してしたたかなばあさんだね。奇術団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない、偽造と言っていたが通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。あんたも頑張りなさい。また麻婆カレーを食べるために。うん。いや、同志の式典は良かったな。アルトリウス様の演説はもちろん素晴らしかったが、パーシュバル殿下もご立派だった。民と国のためにアルトリウス様を立て、ご自分は一歩引かれる。その度量こそ王の器だ。そうか。なんだかひ弱そうなやつだったが。一見そう見えるが、真の強いお方だよ。幼い頃から黙々と学問と公務をこなされてきたんだ。唯一の趣味といえば鷹狩りくらいのものだが、おかわいそうに。それも随分ご無沙汰だな。随分肩入れするのね。そりゃあな、ここだけの話、弟が二人おられるんだが、どちらも出来が良くない上に悪い取り巻きがついてる。パーシバル殿下に万一のことがあったら、王国の未来は真っ暗なんだ。なるほど、期待は兄貴にかかってるんだな。期待の王子様は王国の弱点でもあるわけね。同志って言うけどさ、アルトリウスが降臨の日以前に何をしてたか知ってるやつはいないそうだぜ。そう。それが突然精霊を連れて現れて、ゴーマを蹴散らし、大魔師の才能を持った若者を組織したんだ。怪しいわね。だろう。ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め、全面的にあの男を支援した。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。あ、そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎてお偉方が心配しているくらいで。じゃあ何が目的で。やっぱり本物の同志様なのかもな。とにかく3年前あの人が来てくれなかったら、今頃ミッドガンドが壊滅してたのは確かだよ。
こんにちは、マギル奇術団さん。うちの依頼を受けるなんて、あなたたちかなりやるようね。決死兆か、何の用？攻守警戒ゴーマって知ってる？清涼が特別手配した強力なゴーマでしょ。そいつらを討伐する気はない？倒してくれれば報酬を払うわ。報酬？清涼に頼めばタダで倒してくれるのに。ところがそうでもないのよ。攻守くらい強力なゴーマになると、清涼は迂闊には手を出さないの。手を出すのは討伐に要する犠牲より攻守が起こす被害が多い場合のみか。断りに従えばそうなるだろうな。ええ、けど身内を殺された者、攻守になった人間と因縁を持っている者、お金を払ってでもそいつを殺してほしいって人間がいっぱいいるのよ。なるほど、そこで警視庁の出番というわけか。そういうこと。各地にいる警視庁の仲間が攻守警戒ゴーマに関する情報を持っているわ。攻守を倒して仲間に報告してくれれば報酬を払う。あんたの依頼は分かったけど、約束はしないわ。それでいいわ。警視庁は十中八九死ぬ相手と事前契約を交わすほど間抜けじゃないし、結果を示してくれれば OK よ。と言ってもあっさり死なれても寝覚めが悪いから。これは警視庁さすがにしたたかね。ゴーマをめぐる思惑は一筋縄ではいかんということだけど、これで攻守を買ってもただ働きにならないで済むぞ。強い敵を切って金までもらえるなんて最高だな。攻守警戒ゴーマは清涼が戦いを避けるほどの相手。舐めてかかると殺されるのはこっちよ。本気で奴らを狩るなら各地の警視庁から情報を得て準備を整えてかかるべきだ。おう、装備の強化も忘れずにだな。そういうことね。ライフィセット。何ロクロ。麻婆カレー。え、ああ。お前面白いな。そんなに麻婆カレーが気に入ったのか。香ばしくて時々ピリッとしてふわっとして、食べたら嬉しい気持ちになった。大好きってことだな。精霊ってそんなに食いしん坊なのか。人間やゴーマと同じように大食いも小食もいる。味覚も好みもそれぞれ違う。アイゼンは好きな食べ物があるの？俺は神水と。神水と何？いや、主に神水だ。主じゃなく好きなのは？神水だけじゃダメか？ちょっと気になっただけ。俺は神水と芋けんぴが好きだぜ。芋けんぴ。さつまいもを短冊切りにして油で揚げて砂糖を表面に絡めたお菓子だよね。ああ、これがな、いくら食っても飽きないんだ。お前は神水のみなのに甘いものも好きなのか。おう、どっちも好きだがダメか。いや、芋けんぴ食べてみたいな。あ、恥ずかしがらないでいいわ。言ったでしょ、お腹が空くのは生きてる証拠よ。うん。準備はいいわね。逃がすかよ。捕らえられまい。ブリッドステップ。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘム。次はどれにさせる。好きにさせる。そこだ。くらい尽くせ。こいつはどうだ。とどめ。スカーレットエッジ。効果点。
空砲絶衝撃呪い捉えられまい封刃空砲絶衝撃封刃気だらけだ生きれるか逃がすかよ生きれるか空砲絶衝撃呪い逃がすかよそこだ暗い捉えられないいいのかとどめ使われたいち音敵退散効果時片付いたみたいな遅い進化せんこいつはどうだ襲撃一刀この距離なら外しはせんゼロの方吐く次だ逃がすかよ修理にしてウィンドラウス生きれるか捕らえられまい来い空砲絶衝撃呪い好きにさせん捕らえられまい見切れるか空砲絶衝撃呪い全力で答えたが死神が相手だ食らい尽くせとどめ使われた容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペイン重圧化だよセイドブライト効果ディ呪い遅延連射空砲絶衝撃生きれるか効果ディ呪いリーの方封刃封刃そこだ食らい尽くせ邪魔に呪いウィンドランス効果ディとどめスカーレットエッジやれやれね。邪魔をするな。それは俺たちが食らう。いくぜ、にさせん。それをよこさ。そこだ。食らい尽くせ。呪い。とどめ。スカーレットエッジ。空砲絶衝撃。呪い。双剣客。逃がすかよ。効果的。そこだ。食らい尽くせ。呪い効果陣生きるか乗っちまった逃がすかよ逃がすかよ逃がすかよ効果陣呪い支援連休そこだ捕らえられない尽くせ呪い襲撃そりゃ計画が分かっても止められないよな医療団は逃げ去ったようだやつらが欲しがっていたのはこの薬か業界の風刺薬それやつらのかうん三人みんなつけてた何なのかなただのゴーマよ慈善団体を襲うようなねこの仕事は終わりだ。報告に戻るぞ。